はい、改めましてこんにちは、東京ベースレンでございます。ただいま青鳥の方を披露させていただきました。本当に天気も良くてですね、まだ川沿いの方はですねまだ桜も残っておりまして、そんな季節の中、皆さんの前で踊れたのがね非常に喜ばしく思います。最近のねコロナの関係でねずっとお祭り、東京中のお祭りなんかもねずっと中止になっておりまして、この中目黒のね向こう側の商店街の方でも、8月の頭のね青鳥の、お祭りなんかもございますんで、よく私たちも出させていただいておったんですけども、ずっと中止になっておりまして、そろそろ今年の夏ぐらいはいけるのかなっていうのを今からちょっと楽しみにしておりますが、そんな青鳥なんですけども、初めて見ましたっていう方いらっしゃいますか？いらっしゃいました。あ、結構皆さん見られたことあるんですかね。この後ねぜひせっかくですので天気もいいですし陽気もいいので皆さんと踊りたいと思いますので、あ、踊り知ってるよっていう人、踊れるよって、あ、結構いますね。じゃあもう説明はいいですかね。いりますか？いりますか？よくねいろんなところでね青鳥の説明お聞きになられてるかと思います。右手右足一緒に出すで引っ込めるで、続いて左手左足一緒に出す引っ込める。普通の歩き方ですと右手左足左手右足という順番で動かされると思うんですが、阿波踊りの場合は右手右足が一緒に動いてまた引っ込んで、左手左足が一緒に出てまた引っ込んで、これの繰り返しでございます。非常にね簡単で、どなたでもすぐ、踊れる踊りでございます。で、続きまして掛け声がございます。途中で今踊らせていただいた中でも掛け声があったかと思いますが、やっとさあ、やっとやっと、でこの掛け声ですね、ちょっと発声練習してみましょうかね。よろしいですか？よろしいですか？私がやっとさーと言いますので、ぜひ皆さんの方からやっとやっととお返ししていただいてよろしいですかね。で、いきますよ。せーの、やっとさー。やっとやっと。ありがとうございます。非常に気持ちいいです。皆さんの方からね帰ってきますので、これもう一回いきますか？もう一回いきますよ。やっとさー。やっとやっと。ありがとうございます。本当に気持ちいいですよね、これね。どなたか逆にやっとさ言ってみたいっていう方いらっしゃいます？挑戦してみたい方いかがですか？いかがですか？いや、あ、しかい。いやいやいや、おいでおいでおいで。おいでおいでおいで。あ、しかい。マイク持って。あ、し、タッチ。あ、して。みんなの首から。では。このボーイが、これからやっとさらって言いますんで、皆さん元気よくご賞があります。いいですか？やっとやっとですよ。やっとやっとで返してあげてくださいね。じゃあ、そう。やっとさー。やっとやっと。じゃあもう一回いきますよ。もう一回、もう一回、もう一回。あ、やっとさー。やっとやっと。はい、ありがとうございます。ちょっとね、やっとさーって言う前にね。あっていうのが入るとね、これちょっとなかなか粋な言い方ですね。うまいと思います。あ、やっとさいいと思いますね。こんな掛け声と一緒に最後もう一つだけですね、ぜひ行っていただきたい。もう皆さん大体もうなってるんですけどもね、ぜひ笑顔で一緒に踊っていただければと思います。これから我々鳴り子の方が音を鳴らしまして、こちら後ろへおりますね踊り子の方が皆様のところ、そちら側の通路の皆さんの方も行きますよ。皆様のところへ行って、踊りをお誘いいたしますので、ぜひ一緒に、もうその場でも構いません。もう乗りに乗った方でぐるっとこのバス停の方まで踊っていただいても構いませんので、ぜひ一緒に、踊っていただきたいと思います。よろしいですか？では、これから皆さんと一緒に踊りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、それとですね、いつも皆さんにね見ていただいててましてね、今回投げ銭っていうんですか、おひねりですね、もらっていいよっていうふうにお祭りの会場の運営の方からねお許し出ましたので、ちょっとこの布の入れ物なんですけども、いやもう小さくてもいいんです。皆さんでいっぱいにしていただければね、今日面白かったよというふうにね思っていただけましたら、ぜひひねってこの中へ入れていただきたいと思います。ひねれるもの入れてくださいね。ひねれない硬いものじゃなくて、ひねれるもの入れていただきたいと思いますんで、もしお気持ちございましたら、入れていただきたいと思います。ではこれから皆さんで踊りたいと思いますんで、では何者かとよろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、使えるんですよ。で、今たくさんの方々いっぱいひねっていただきまして本当にありがとうございました。これからも、練習励みにね精進したいと思いますので、これからもお祭りで阿波踊り見まして、東京恵比寿でいましたらね「よ恵比寿よ東京恵比寿」なんていうふうにね声をかけていただけるとさらに盛り上がりますし、我々も嬉しいと思いますので、本日は本当にありがとうございました。引き続きお祭りの方楽しんでいってください。ありがとうございました。はい、東京恵比寿園の皆さんにもう一度。